パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。今回はね、掛け軸も同時に実装というところで、まあ、UR 掛け軸と SSR 掛け軸ちょっと見ていきたいなと思います。はい。憧れのお菓子作り、可愛いイラストですね。うん、どうですか、ポロさん。初めてこう愛する人へお菓子を作った時のことを思い出しましたかね。憧れのお菓子作りということはそういうことだと思うんですけど。そうですね、小学校ぐらいかな。ああ、そんな結構混ぜてるんですね。えまあでも最初はやっぱりお父さんとかじゃないですか。ああ、そうなんやね。あ、そんななんかちょっとまた正当な女性を演じるわけですね。ちょっとちょっとそうでしょ。ちょっとお姫様的なところまた演じるつもりですか。そうじゃないでしょ。そうですよ。小学生の時にパパにバレンタインのやつを作ったのが初めてだったという嘘ですね。いや、まあそれぐらいの記憶がありますね。なるほどなるほど。まあそこら辺をね、まあ今度もしライブができたらね、詳しくね聞いていきたいなと思います。で、さて性能ですけど、バトル開始時に MP 回復とブレイクヘイスト付与と、でフルチェイニー自身とお供に発光魔法、火ダメ軽減バフ、ダメージ増加バフ1を付与しますと。で、発動率が 80% で2凸で 100% になりますと。これは羽子板の上位互換って感じでしょうか。そうなんよね。羽子板がね、バトル開始に MP 回復にするっていうのと、あとゼロひぎ痛恨っていうのがあるんですよね。 25% ですけど、まあ上位互換っていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ鬼神とね一緒に使う掛け軸というところで羽子板よく使われてると思うんですけど、まあ、羽子板使うんだったらこっち使おうかなっていう風になっていくんじゃないかなと思いますね。やっぱフルチェでバフ作るって結構でかいもんね。そうだね。で、まあ、ここに書いてるんですけどね、2凸で 100% になりますので、あとはね、3凸は、プラス1秒ブレイクヘイストが1秒というのはちょっと微妙な感じがするけど、4凸で、ダメージ増加バフが1から2になると。ここは結構でかいかなと思うんで、まあ4凸したいなっていう。あ、4凸はなかなか無理です、無理です。僕らみたいな人には無理なんですけど、まあ4凸いくと結構強いよねって感じですね。かなりね。続いて SSR 掛け軸です。火属性の場合は合成回数1、180秒ですね。そうなんですよ。ここ書いてるんですけど、貫突でね270秒っていうね。いや、すごい。これね、万物がさ貫突で180秒だったと思うんですよね。あ、そうなんだ。で、この SSR 掛け軸ってさ、貫突にはしやすいと思うんですよ。そうそう。貫突270秒ですよ。すごいね。4分以上。あ、ほぼ。ポロさんの中ではバトルが大体4分で終わってるってことですか。そうですね。そんなバカな。そんな短く終わってる。大体でも連れて行ってもらってるじゃん。あ、分かった分かった。ポロさんが生存してる時間が4分ってこと。それなら納得できる。いやいや、まあ大体それぐらいで終わりますよね、戦いって。ポロさんの戦いが終わってるってことですね。はい。ということで、まあ180秒って貫突した時の秒数なんで、無凸で180秒ってなかなか凄まじい秒数かなと思うんですけど、まあただ非属性に限ってと、まあ、自身が非属性って書いてるので、非属性の場合のみ発動しますということですね。なんで、まあ非属性に限っては、まあ万物より使えるかなというところですけど、最近万物、ポルさんどうですか、使ってます？いや、使ってないですね。そうなんですね。僕もあんまり使ってないとはいえ、まあかなり驚異的な掛け軸かなと。まあ SSR なんでね。かなり驚異的な掛け軸かなと思うので、まあ、これはちょっと取っときたいですね。そうですね。では気になる引くべき度ですけど、これは 50% です。あらら、キャラに引き続きちょっと低いですね。ちょっと低い気もしますけど、鬼神とセットというところがちょっと限定的な感じを受けてますね。まあそうですね。まあ、ここにも書いてるんですけど、バトル開始時に MP 回復って書いてるんで、ちょっと消えちゃいましたけど。ちょっとね、プルプルしてこう綺麗に丸ができる。そうなんですよね。なんで、まあバトル開始に MP 回復っていうところがあるので、まあこれ単独でフルチェってできないんですよね。なんで、まあ今回実装されるゲームショコラみたいに MP 回復のアビリティを持っているキャラとは相性はいいと思うんですけどね。その他のキャラとなると、鬼神も一緒に装備しないといけないってなると、まあ逆にね、火力がちょっと下がっちゃうんじゃないかなというところで、ちょっと低いパーセンテージになってますね。なるほど。MP 回復を無視してフル CD バフがもらえると考えるとありかなとは思いますけど、ゲームショコラには必須級の掛け軸ではないのでしょうか。そうですね、まあ、ゲームショコラ向けの掛け軸かなって感じはするけど、まあ、バフの数がちょっと少なめではあるからね、まあ、どうなんかなって感じはするんで、ちょっと半々というところに落ち着きました。ちょっとね、皆さんのご意見もぜひ伺いながら、コメントも合わせて 100% の動画を目指していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。